今回はエロチックな数学の講義に挑戦したいと思います。自分は、文系の大学を卒業しているんですけど、大学で数学の講義も受けたことがあるので、今回はエロチック数学という講義に挑戦してみたいと思います。で、次の問題を読みます。球の半径が2センチから毎年5センチの割合で大きくなるとする。1.10 年後における球の表面積の変化率。2.球の半径が30センチになるときの球の体積の時間に対する変化率。これ全然エロチックじゃないよねって思われるかもしれませんが、これは、ちょっと古いチャート式の数学 2B に載っていた問題を、数字のところだけ、ちょっと変えました。毎秒毎年に直したりっていうふうにもしました。で、これだとまだエロチックではないので、エロチックな問題に変えてみます。こんな風にエロチックな問題に変えてみました。読みます。おっぱい球の半径が2センチから毎年5センチの割合で大きくなるとする。10年後におけるおっぱい球の表面積の変化率。2. おっぱい球の半径が30センチになるときのおっぱい球の体積の時間に対する変化率。おっぱい球とは、おっぱいを球と考えたときのおっぱい。とここでは定義したいと思います。すごく刺激的な問題になりましたね。こっちの方が、さっきの問題よりも記憶に残る感じがします。印象的なので。前の方の問題だと、ただ単に球が大きくなるっていう、ちょっとイメージしにくいというか、あまり日常的ではない話なので、何のことを言ってるのかよくわからないんですけど、おっぱい球っていうと、なんというか、夢があるというのか、おっぱい球が大きくなるんだなっていうのはなんかイメージしやすいです。おっぱい球じゃなくておっぱいにしようかとも思ったんですけど、それだとなんか全然数学らしさがなくなると思ったので、おっぱい球にしてみました。おっぱい球っていうのは、おっぱいを球と考えた時のおっぱい。結局おっぱい、なんだろうね、おっぱい球も。ちょっとこの問題見てまた興奮しちゃってまた変なこと言ってますけど、講義を始めたいと思います。どういうふうに解くのか、まず1番から解いていきたいと思います。おっぱい球の半径が2センチから毎年5センチの割合で大きくなっていくと。じゃあ10年後におけるおっぱい球の表面積の変化率は何でしょうかということで、じゃあ解説していきます。自分文系なのであまり、この講義で数学、の受験対策とかはやめた方がいいと思います。あくまで、数学を楽しむという
講義です。では始めます。T 年後のおっぱい球の半径は、括弧2プラス 5T 括弧閉じセンチですね。なんでかっていうと、まあ、最初2センチなので、まあ、そこから、最初2センチなので、まあ、そこに 5t を足した。なんで 5t なのかというと、まあ、毎年5センチの割合で大きくなるからですね。で、まあ、t 年後のおっぱい球の表面積を、これを、まあ、S 平方センチとします。まあちょっと数学の講義初めてなんで、まあゆっくりになっちゃうけど、まあ許してください。S イコール、じゃあ表面積いくつになるのかというと、まあ、ここに数式が書いてあって、それを丸1と置きましたが、その後に、まあ、これは、まあ、3つ、まあ、これは、なぜならばという意味の記号です。S イコール 4πr の2乗。なので、ということで、まあ、球の表面積。の公式ですね。S イコール 4πr の2乗。まあ、これに当てはめておくと、まあ、この場合半径は、括弧2たす 5t、括弧閉じなので、まあ、r に、これを代入して、得られた式が、まあ、これということですね。S イコール 4π、括弧2プラス 5t、括弧閉じの2乗。で、まあ、この式を1と置きました。では、S を T で微分するという話になっています。求めるのは、表面積ではなくて、表面積の変化率なので、まあ、微分するっていう話です。まあ、メチュレート微分の意味わかってるわけでもないんですけど、まあ、置き方として大体分かったので、まあ、講義してます。S を T で微分すると、dt 分の、ds、まあ、イコールっていうふうに、まあ、S を T で微分するっていうことなので、まあ、こういう、まあ、まあ、分数の形を、まあ、作りました。で、まあね、メチュレット、まあ実は数学そんな得意でもないんですけど、まあ、YouTube の方が、僕に対して、まあ、前のチャンネルが、まあ、停止された時に送られたメールに、まあ、もっと教育的な内容の動画、配信するようにみたいなこと書いてあったので、まあ今回数学にも挑戦しています。ただね、まあ普通に講義していても自分そんなに講義がうまいわけでもないので、まあ講義だけではちょっとつまんないので、まあちょっとエロい内容にもしています。まあ DT って見るとまあ自分は童貞、だから DT なのかなって思ったりもしますね。メチュレットは童貞です。まあ、ちょっと変なこと言っちゃってますね。いや、普通に解説するだけだとちょっと、あまり解説、普通に講義するだけだとちょっと再生回数が伸びないので、まあちょっとエロい内容にしてますけど、dt 分の ds イコール、まあこれは要するに s を微分する、s を t で微分するという意味です。
まあ大学、まあ文系の大学でも、まあ数学の講義で微分積分習ったりしますので、まあある程度はわかります。4π。まあこれを微分するわけですね。4π 括弧2プラス 5t 括弧閉じの2乗。これを微分すると、まあ微分のやり方ここではそんなに説明しないですけど、まあわかんない人は、まあもっと数学ができる人の、講義を聞いた方がいいと思います。4π×2× まあこの2をかけたんだけど、まあ 4π×2× で t で微分するので、まあこの5もかけて、でこれもかけるっていうふうにすると、まあ 40π カッコ2プラス 5t カッコ閉じる。で、まあこれをまあ丸2と置きました。で、まあ求める変化率は、丸2で t イコール10として、まあ、t にまあ10を代入して求められます。なんでかっていうと、まあ10年後における黒白球の表面積の変化率が聞かれているので、まあ自分で作った問題なんですけど、まあチャート式の問題ちょっと変えただけなんですけど、まあ10年後なので、まあ t イコール10として 2080π 平方センチ、毎年、まあ、毎年 2080π 平方センチ、まあ、これが答えになるということです。まあ、これがどういう意味なのか、ちょっと数学に自分詳しくないので、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、じゃあ次の問題もやってみます。2。黒白球の半径が30センチになるときの黒白球の体積の時間に対する変化率。まあ数学の問題って意味がよくわかってなくても、まあ解き方わかれば結構、まあ大丈夫っていうことはあります。まあ次の問題もそんな感じかな。黒白球の半径が30センチになるときの、まあ、相当でかいと思うけどね、これはもう。爆乳。いや、半径が3です。いや、もう超乳ですね、これは。言っていいのかわかんないけど、まあ、おっぱい球の半径が30センチになるときの、おっぱい球の体積の時間に対する変化率も、もうなんか、何言ってるかわかんない感じですけど、まあ、解説します。t 年後のおっぱい球の体積を v 立方センチとすると、球の体積の公式は v イコール3分の 4πr の3乗なので、v イコール3分の 4π 括弧2プラス 5t 括弧閉じるの3乗。これを、これを丸1と置きます。いや、結構ね、数学ってまあ難しいじゃないですか。それでまあエロい内容なので、かなりちょっと今回刺激が強いので、まあ命中レッドもちょっと疲れてきてます。ご了承ください。V を t で微分すると dt 分の dv イコール3分の 4π かける3かける5、
まあ、実数って言うんだっけ。まあ、3乗が、まあ、2乗になるっていう感じで、まあ、括弧2プラス、5t、括弧閉じるの2乗。で、まあ、これを計算してやると、20π、括弧2プラス 5t、括弧閉じるの2乗。これを2と置きます。で、y 球の半径が30センチになるときと言っているので、2プラス 5t、まあ、この半径の部分かな。そうですね、半径の部分か。まあ、2プラス 5t、この半径の部分、これをまあ30っていうふうに置くと、まあ30。2プラス 5t イコール30のとき、まあ、5t イコール28になって、まあ、t イコール 5.6 になります。で、まあ、求める変化率は、2で、まあ、t イコール 5.6 として、まあ、この t に、まあ、5.6 を代入すると、18000π 立方センチ毎年。毎年18000π 立方センチ。これが答えになります。まあちょっと2番になると結構難しいですね。まあ、そうですね。y 球の半径が30センチになるから、まあ、2プラス 5t、イコール30っていうことに、まあ、気がつけるかどうかっていうのが、まあ、ポイントだと思います。いやー、今回結構なんだろうね。まあ、大丈夫かな。まあ頭いいと思われたいから、まあ、数学の講義したんだけど、自分文系だからちょっとちゃんと講義できたかわかんないですけど、まあそれに結構エロいことも言っちゃって、逆になんか自分の、メチュレットの品格を落としているかもしれないんですけど、まあ今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。